金元宝は、朝鮮の独立運動家、中国の軍人、北朝鮮の政治家である。豪は和歌山。義列団、朝鮮義勇隊で活動し、大韓民国臨時政府の幸福軍副司令官となる。日本の敗戦後、1948年に、民主主義民族戦線などで活動しながら、金継職、金急などと共に南北連席会議に出席した後、 韓国に戻らず、北朝鮮に残留。北朝鮮に、社会主義政権が樹立された後は、朝鮮労働党中央委員会中央委員、最高人民会議上任委員会副委員長などを、歴任した。最初の妻である僕自定は、北朝鮮の国家元首を務めた金、捧ぐの命。継承南道密尾生まれ。金弱水や。 理女性などと交流しながら、中央高等学校を卒業した後、独立運動に意義を、見出し満州に渡った。新興武漢学校を卒業後、1919年に、義列団を組織し、何度となく直接行動を行った。この後、組織的な抗日武装闘争のために、1926年1月、蔡林の名で、 候補軍艦学校に入学し、不評第一弾、第五連に配属された。ここで獲得した知識を呼び、社会主義思想をもとに、同年春朝鮮民族革命党創設に携わる。1926年10月、候補軍艦学校第四期風評価を卒業。卒業後も政治部教官として同行に泊まり、北伐にも参加した。 1927年8月、周恩来、首都区などが主導した中国共産党による南昇放棄に参加した。しかし、共産党勢力と国民党政府の間で行われた殺戮戦の通しイデオロギーは欺瞞であると痛感し、公衆危機には参加しなかった。朝鮮義勇隊時代朝鮮義勇隊時代1930年。 朝鮮共産党再建同盟を組織して、1932年、紹介席の援助で、朝鮮革命幹部学校を中国南京市郊外の全市病に設置し、革命要員募集と要請を行った。1935年、近京職らの米州肝心独立党を吸収し、朝鮮民族革命党を再結成するも、上訴、上がる。 池聖店の脱退など間もなく分裂。1937年、金元宝は一時的に安楽な生活を送れるようになった。当時同行を把握していた朝鮮、総督不特務機関の報告によれば、金元宝は自家用車を所有しており、臨時政府よりは超学料一派から多くの資金を受けていたとされる。1937年7月10日、 中華民国政府の招きにより、中国交換の会議場である南印成港のロザンを訪れる。ロザンには、金球などが来ており、中国政府側代表者は日本を相手、ドリ統一戦線を結成すべきだと説得した。帰還する前、中国政府代表者から、使名を完遂するのに必要な巨額の式に援助を受けた。1937年11月2日。 朝鮮民族革命党と独立運動家の金山らの朝鮮民族解放同盟、帝花岩らの朝鮮アナーキスト連盟を統合し、朝鮮民族前線連盟を編成。1938年10月には、訓練を重ねた青年たちを急合して、中国、観光から、朝鮮民族前線連盟参加の抗日軍事組織、朝鮮義勇対応組織、編成。 司令官に就任した。部隊員には元革命党員のほか、後には朝鮮民族全英同盟党員らも編入した。しかし義勇隊の多くが八祖寺軍が集結している中国西北地域に移動し、義勇隊司令官である金元宝の指揮下から離脱したため、金の影響力は急速に衰えた。社会主義系列の独立運動のために、 社会主義国家建設には、否定的な右派である緊急とは対立した。1939年、韓国独立党との統合が検討されたが、日の目を見ることはなかった。民族革命党の一部からは、既存の団体と連帯することには賛成するが既存の組織を解体して、新党を結成することには賛成できないとの反発を呼び起こした。 1944年5月、戦闘の後遺症で妻の僕自体が死去。以後、幸福軍副司令兼第一支隊長、臨時政府軍務部長を歴任し、幸福後臨時政府の要人たちと共に帰国した。1945年9月8日、朝鮮人民共和国の内閣が発表されると、金元坊は国防省に選任された。 1946年2月16日、民族主義民族戦線の共同議長に衰退された。帰国した後、金元法は、臨時政府特別政治委員会中央委員として、左翼寺見へと協調したが、左右両翼の対立に嫌気がさし、臨時政府を脱退した。以後、民主主義民族戦線の共同議長に選出されたが、脱退した。 1947年3月南朝鮮労働党が主導してゼネラルストライキが発生するとこれに関連し、ロ徳術に逮捕された。その際、ロ徳術にビンタを張られ衝撃を受けたという。金元法は釈放されたが、1947年7月、両雲教が暗殺され怒りを示した哀悼文を光明日報。 努力人民など左翼詞に掲載し、両の意志を引き継ぐと訴えた。巨年、僕県営としかし、1948年、南北連席会議の時に、緊急、近継職と共に、北朝鮮を訪問した後、韓国に帰還せずそのまま滞在し、越北人種となり、その年、最高人民会議第一期大議員として朝鮮民主主義人民共和国政府樹立に参加した。 1948年9月、北朝鮮政権が樹立され、国家検閲省に任命された。東亜日報1964年1月29日1950年、朝鮮戦争が発生以後は、北朝鮮で政治活動をした。以後、労働省、朝鮮労働党中央委員会中央委員、最高人民会議常任委員会副委員長などの高い地位を経験した。 1958年、北朝鮮政権から、労働勲章を授与された。南労党派、延安派が粛清された時に失脚した。後に粛清されたとされる。2019年6月6日の朝鮮戦争での、戦死者を追悼する秋たたびに、大韓民国のムンジェイン大統領は、金元法を韓国軍のルーツと肯定的に評価した。なお、 自由韓国党などの韓国の保守派は、よりにもよって秋田ダビのソウルの国立秋田大院での追悼演説で、敵側の北朝鮮側の要人を、韓国軍のルーツと持ち上げたと大統領の発言を批判した。ありがとうございます。